哎，哎，怎么少了一个人？哦，最多只有四个人在场上，蛮少的。哇，达到十五个。刚我以为是五个人会一起那个蠕动，还不是蠕动啊，是一起在地图上。哇，这个、欺负废怪。哦，对对对，要精灵精灵精灵，这样不太好，这样子会放生一个人，哎，人太多也不好。要换谁？哎，那个男生，请，对，拜拜。因为王女是那个坦克，所以技能比较偏那个挑衅跟防御吧。あの時、あの男、竜にあだなすものから感じた力、あれはもしや。よ、イェイボルグだったな。お前を人たちで倒した男がいるってのは本当か？なんとも恐るべき男であった。そんなにすげえのかよそいつ。言うまでもない。我はドラグマキナだ。その我をしのぐほどの力を持つ人間など到底信じられぬ。そうか。そんなの大きな勘違いじゃね。何、どういう意味だ。その男が強いんじゃなくて、お前らドラグマキナが弱いって話さ。我を侮辱する気か。あ、侮辱なんかしてねえよ。思ったことを言っただけなんだが、ま、説明するのもめんどくせえし、ちょっと見せてやるか。お前、体はもう治ってるよな。エクセラ様のお力でな。だが、一体何を見せると。俺だったら。
お前を倒すだけじゃなくて一発でやれるってとこをさ。行くぜ。ほーら、分かったろ。簡単に殺せんだよ。そのようなことが。な、なんだ。思ったより硬えな。一発で殺せると思ったのに、大したもんじゃねえか、お前。だけどよ、めっちゃムカつくぜ。おとなしく死にやがれ。何をしている。あ、ああ、なんだ、公女さんか。ケイボルグ、大丈夫か。はあ、どうにか。ケイボルグをこのような目に。貴公がこれほどの力を持っていようと、さすがに驚いたぞ。それはこっちのセリフさ。思ったよりは弱くなかったぜ、そいつ。さすがは伝説に語られたドラグマキナだよな。竜にあだなす者の他にこのようなことのできる人間がいたとは。竜にあだなす者か。面白えよ。今俺は本気で攻撃してみたんだ。その俺と同じことができるってのは少なくとも力は互角らしいな。そんな奴は今までただの一人もいやしなかった。そいつと会うのが楽しみになってきたぜ。ゼスト君、やはり扱いにくそうな男だな。だが使いどころさえ誤らなければ役には立つか。ことの次第はよく分かった。災難であったな、リンナ殿、ソニア。いえいえ、私は別に。私も大丈夫です。それよりお父様、問題は公女エクセラの動きです。うん、エクセラ姫の到着以降、各地で帝国軍の動きが活発化しているようだ。敵がある程度の占領地域を確保して以降、積極的な動きは見られなかったのだが、これは方針が変わったと考えるべきだろうな。帝国側が戦力を増強した上で積極策に出てくるとなると、戦況は厳しくなることが予想されますな。恐れながら王よ、そろそろ我が騎士団を前線に投入すべき頃合いではないかと考えますが。マローズ、そう焦るな。こちらは兵力も兵糧も軍略も打って出るには何もかもが不十分だ。騎士団は下手に動かせる状況にない。それはそなたが一番よく知っているはずだぞ。わかりました。もうしばらく騎士団には町の警護を命じるとしましょう。うん、当面王国の騎士団は温存しつつ戦備を整え、帝国軍との前線維持は引き続きウェルラントから派遣されたエルフの騎士団に当たってもらう。こちらからの攻め手としては
黄龍とドラグナーたちによる遊撃戦を中心にして敵の戦力を削ぐという方針で行こう。ユーマよ、よろしく頼むぞ。襲われた時も僕は交流の力を使うどころか何一つできやしなかった。僕は本当にあの力をきちんと使うことができるんだろうか。哇，这边还在第二章啊，真假的？好，这边提醒我们接回去，应该回去之后会有事件吧。我这里还要介绍那个龙，那头上一把刀。我记得应该是够了吧，算了。可我按 R2 都没有那个跑出来任务。调音。一个都没有。またよろしくな。去旅馆。好啊。いらっしゃい。またよろしくな。哎呦！哎呦！那么难吗？啊，对，有了，有了，有月亮了，月亮，月亮，月亮。哦，所以这就是那个羁绊任务的，对。啊。好像只是在借事件叙述事情。
何かご用でしょうか。是月亮只有一个人可以用，蛮可惜的。一次来三个也 OK 啊。好，今天啊，好，又有出发时间。觉得他不错啊，好像后面会有妹妹，我错觉了。看屁话一堆，这边好像是讲那个拉普尔喜欢那个女的。讲一个傲娇的小弟弟。哦，什么都不能做。技能也什么都不行。我才差一个，倒地取消，所以哈。力量共鸣。哦哦，皇室之心。这个也不错。伟大的经历，好，服从一下。有了，先给主角装好了，交响之心。倒地取消给哟，哦，这就没了。哇，你那么多啊！好像这样，都要比较少啊，因为那个，因为很少有中文化。よ、ユーマ、ちょっといいか。アグナムさん？アグナムでいいよ。それよりユーマ、ちょっと話があるんだ。お前、いろいろ悩んでるようだからさ。俺でよけりゃ、相談に乗れねえかと思ってな。それは、ありがたいけど。でも、いや、話したくなければ話さなくたっていいんだ。だけどな、いつまでも一人で悩みを抱えてるより、人に話しちまった方が楽になるってこともあるぞ。そうかな。そうかもしれない。いいぜ。何でも話してみろ。
実はジーナスに襲われた時のことずっと考えてたんだ。キリカや動けなかったソニアとリンナも僕のことをかばおうとしてくれたのに、僕は何もできなかった。怖くて体がすくんで何もできなかったんだ。ジーナ、ああ、まあ確かにあいつは強えからな。戦い慣れてなければ当然そんなこともあるさ。ジーナスはソニアたちに危害を加えるつもりはないようだったけど、もしそうでなかったら僕はソニアたちを助けることができなかったかもしれない。ソニアたちと一緒に戦うって決めたのに、それなのに僕は。なるほどな。そりゃまあ悩む気持ちもわからなくはないな。だけどお前、その体の中に光竜がいるんだろ。光竜ってのはすげえ力を持ってるって聞いたぞ。それがあれば怖いものなしなんじゃねえのか。それは逆だよ。光竜の力は大きすぎるから。今少しだけ力を使うのだって本当はすごく不安なんだ。もし抑えきれなくなったらって。ああ、そういうことか。確かに強い力ってのも便利なだけじゃねえもんな。そんな風に不安を感じながらじゃ、いざって時とっさに光竜の力を使うなんてできやしねえだろう。だけどな、そういうことなら解決法はあるぜ。これしかねえっていう決定的なのかな。本当？どんな？それはな、修行だよ、修行！修行？そうだよ。どんな力だって修行しなければうまくは使えねえさ。逆に言えば、たとえ危ない力でも修行次第でうまく使いこなせるようになる。そうすりゃ使うことに不安もなくなる。そうかな。そうかなも何も、とにかくやってみなきゃわからねえだろ。でも光竜の力を使いこなす修行なんて、そんなの考えたこともなかった。だったらこれがいい機会だ。今から考えろよな。うん。よし、それじゃ決まりだ。明日から修行を始めるぞ。俺たちと一緒に任務に出かけるんだ。心配すんなよ。もし暴走したって俺が何とかして止めてやるからさ。アグナム、ありがとう。おいおい、礼を言うのは早いって。そいつは光竜の力を使いこなせるようになってからにしとけよ。哪一个特质是人物的大哥？阿古纳姆，か。あんな人も仲間にいたんだな。哦，主角的 OS 出现了。なんだか強引な感じで、最初はちょっと戸惑ったけど、でもあの人もいい人みたいだ。キリカが歌ってるんだな。哎呦呦，原来触摸爱。だから心の中に染み渡ってくるみたいだ。聴いているとすごく安心する。
前はあの者の強さを目の当たりにして恐れを抱いたようだな。あの者、もしかしてジーナスのこと？そうだ、確かにあの者の強さは尋常ではない。うん、とても勝てないと思った。うん、あの者と同じ強さを競ったとしたらお前は決して勝てぬだろう。そうだよ、僕みたいに弱い奴が何をしたって。それは違う、我は思っているのだ。お前ならばいつかはあの者を超えることができるかもしれんと。え、僕は、あ、そうか、アグナムが言うように努力して修行を重ねればきっと。ふん、それも必要なことではある。強さを身につけるのも悪いことばかりではない。それよりも大切なことがある。それはお前がそのまま変わらぬことなのだ。変わらぬこと？どういう意味？変わらなかったら僕はずっと弱いままなんじゃないの？弱さゆえに強く、強さゆえに弱い。この世にはそのようなことがままあるものだ。それを覚えておくがいい。よくわからないけど、うん、だがあの者が最後の歌を求めているとは。何を思っているのであろうか。